出て、結構まあいろいろ評判も悪いみたいなんですけど、うん、高橋さんとこれあのいわゆるその連座制っていうのを導入するとか言うんだけど、はい、まあ、これあの先週の土曜日の正義の見方でもちょっと出てきたのね、うん、連座制を導入するっていう時に、はい、なんかいろんな条件ついてんだよね。なんかこれこういうのがあった時にはしますって、そんな条件次第だからね、うん、連座制なんてあの本当の連座制じゃないような感じことになっちゃって、うん、結局あれだよね、あんだけいろんな政治資金の話があったけれど、はい、あの起訴されたのは、会計責任者3人だけだからね、はい、でそういう意味ではさ、会計責任者も起訴されたけど連座制も何もないんだよね。だからほとんどがモツァルでしょっていうのが明らかになっちゃってるよね。うん、で私はそのテレビで言った時でコメント求められた時に、はい、まあそのね、連座制を前提として話すればさ、こうね、こういう抜け穴がありましてっていうのは結構簡単なんだけどさ、うん、でもそんなの言ってもしょうがないと思ったんで、はい、あのまあもともとね、政治家が自分で作る法律ですからねっていうのね、はい、そのこういう条件がついた時には連座制適用するなっていうのはそれとほとんどもう意味がないんだよね、うんうん、だから一番単純なのはこれ民間の企業に置き直してみると、会計の、政治資金収支報告書の提出っていうのは上場企業だったら多分有価証券報告書の提出になるんだよね、はい、でそれはその仕組みが実は重要だから有価証券報告書のところで絶対に代表取締役の人が判子をして出すんだよね。ああそうですよね、うん、で会計責任者なんて概念ないんだよ。経理部長かなんか関係ないんだよ。だから代表責任者が判子をして出せばいいんじゃないのっていう意味でね、はい、会計責任者っていうことを設けてる段階で、うん、実はトカゲの尻尾になってるわけだよ。あそうかそうです、ね、うん、だからこれは代表者は責任を持って判子をして出せばいいじゃないかって言ったわけ、うんうん、言ってみると代表者がそもそも会計責任者になればすっきりするんじゃないのと、うんうん、そうですね、一番簡単だ、簡単、はい、一番簡単なやり方今でもできる、うん、だから会計責任者は代表者に限るって、はい、あの政党の代表者に限るって言えばそういう機能終わっちゃうそうですね、一番簡単なやり方をなんで絶対しないかっていうと会計責任者を別に置いといて、うん、トカゲの尻尾切りしたいっていうのが見え見えなんだよね。ああもういざという時はそうしようっていう魂胆なんですね、うんうん、そうするとね、うん、変な人が会計責任者になったら困るってみんな言い訳言うんだけどね、はい、そしたらそれなんであんた悪いでしょって終わっちゃうんだよ。まあそうですね、うんうん、それはどこの会社だってさ経理部長にさ変なの持ってきたらさそれはさ粉飾決算されちゃうかもしれないよねこいつ自分は気がつかなかったっていうことになるかもしれないよね、はい、まあ、全部が見てませんっていうのはその通りかもしれないよね、うん、だからこそあれなんじゃない の, あのちゃんとした人を選んでっていうことにしかならないんだけどね、うん、でもそういう話で全然出ないであの会計責任者で、まあ、なんか責任を負わせてっていうのは見え見えなんだよねこの会計責任者を設けるってこと自体がね見え見えなんです。そういうことをちょっとテレビでだいぶ言いましたけどね、はいはい、うん、だからこういうのはやっぱ透けて見えちゃうわけよね、うん、だからもうちょっとさ普通の民間のね決算と同じような形で、はい、会社の代表者が責任を負うとかそれとあと非課税の規定が随分あるんだけどね、はい、非課税の規定なんか全部なくしたらね、うん、みんな怒りがなくなるよ、うんうん、全部課税にしちゃってそうすっきり爽やか、はい、課税にしてすっきり爽やかにして雑所得で、はい、申告するっていうのは原則なんだけど、はい、政治資金団体を作ってね、うん、そこ経由してやったら非課税になるってそこが欲しいんだよ、うん、だからどんなルート使っても全部課税にすればいいだけだよ。確かに。それとあとあれだよね、会計責任者って設けないで政党の代表者が会計責任者になればいいだけだよ。そう、こういうふうにしたらすごくみんなすっきりするんだけどね、そういうすっきりした話って全然どこの政党も知ってませんね。どこもですか。どこも知ってませんね。それはやっぱみんな何かやりたいっていうこと、ね、そりゃそうでしょう。非課税の枠は残したいでしょう。これは野党も一緒でしょう、うん、だから政治資金を通すと非課税になりますっていうのは残したいんでしょう。それとあと会計責任者も残したいんでしょう。しっぽきに使うから。なるほどね、うん、だからこれはいくらこのレベルの話したって、うん、全然ね国民の信頼なんかほとんど無理だと思うよ。なこれじゃあますますなんでしょう、次選挙って言った時にこう政治不信この話はだからさ野党も多分説明追及するかもしれないけどさ、はい、でも私が今言ったので野党もできる、はい、会計責任者を政党の
代表者にして、それとあと政治資金経由したら非課税っていうのをなくすって話できる、うん、それできなかったら結局同じじゃない、結局同じってことですね、うん、だから野党はいろいろ言ってるんだけどさ、寸止めみたいな形で言ってるだけだよ ね、 なるほどね、うん、だから政治と金の話っていうのはみんな抜本的にやりたくないっていうことだから、これはねいろんなもう国民なんか見て、私は見てると思いますけどね。そうですか、なるほど。これをでもまあ出したポーズで岸田さん一応長続きさせようっていう、それは結構難しいんじゃないの。あ、無理ですか、ね、うん、だからこれはこれで難しいと思うよ、うん、だからどうせまたって言われるのはもう関根山じゃないかな、うん、だから岸田さんこれであの政治資金を改正をしてっていうので言うかもしれないけどね、はい、やっぱりでもあれで一番はっきりしてるのはさ、会計責任者だけ出してってさ、はい、自分がさノート逃れちゃったんだから、そこは明らかだよね、うん、だからそれは会計責任者を出して、あのそこでねとかくしっぽ切りをしたいな、あんたそうでしょって言われた時にはもうどんどんどうしようもないよこれ。なるほど。岸田さんも自分があれだよね、あのうんと処分受けなかったんだからさ、そうです、ね、会計責任者だけやられて、うん、そうですよね、うんうん、で結果麻生派だけが残ったっていう、まあそうね、だからあの安倍派の方と二階派の方はね、あの議員処分してんだからね、はいはい、そういうふうな恣意的なことをやっちゃってるんだから、これなかなかこれでね、あの党内の満足も得られないし、うん、党外の満足も得られないんじゃないかなと私には思うけどね、うん、今後じゃあ政局は麻生さんがキングメーカーでいろいろやっていくっていう、もちろんそうでしょ、派閥がないんだ、うん、だってもう安倍派も何にもないんだし ね、 そ、 ね、それで二階はもう二階さんがいないんだからなくて、それとあと茂木派は茂木さんいるから総裁選ぐらいは出られると思うけど、でもあれだよね、あと残るのはあの菅さんなんだけど、菅さんは無派閥でもともと派閥解消っていう論者だから、ね、ここでなかなかあのグループ作るのは難しいよね。なるほど、そうか、うん、あと高市さんだけがちょっと高市ファンみたいなのがたくさん出てきて、うんうんうん、あの大きなうねりになるかなんないか、私はどちらかというとその高市ファンみたいなのが自民党の中の大きなうねりになることを、まあ、期待はしてますけど ね、 なるほどね。このタイミングで麻生さんがトランプと会談したというのは何か意味があったんですか。それはもうあの派閥の力を見せつけてね、はい、代行誓いはね、トランプは麻生さんが対応して、バイデンだったら岸田さんだってことがはっきりしてるじゃん。あ、うん、どっちがちょっといけるように OK だよね、最強だよ ね、 なるほどね、うん、でどちらかというとあれだよね、麻生さんの方がすごいよね、あのトランプの方と接触しちゃってさ、はい、あのやっぱり今はあれでね、政府は接触できないんだけどね、うん、でも完全にもうトランプは麻生さんっていう形になっちゃったしね、うんうんうん、もうあれだよね、あの政治的にはもう干渉ですよこれ。なるほどね、うん、ある意味で立派ですよこれ、はいはい、あのどっちに転んでも OK だっていうことでね、はい、日本はね、それは安倍さんがトランプにいち早く行ったのを見てたから、やっぱりもちろんそうです、それもやっぱり、うん、だから安倍さんの場合はさ、リスクを犯してね、はい、現職大統領なんだけど行っちゃったんだけど、はいはいはい、今回は現職の総理でも何でもないし、はい、何にも政府の役職しとってないんだから、うん、党として行きましたって言えばそれっきりだからね、うん、そういう意味であれでなかなかうまいことをやったと思いますけどね。着々とじゃあ影の麻生政権が、そうね、キングメーカー麻生っていうのはもうこれで非常に印象付けられたんじゃないかな、うん、で麻生さんは外交は結構いいんだけどね、うん、内政は財務省に結構あの主になっこだからね、そこがちょっとね、あの残念なところだ。